お、あそこの NPC、クエストマークが出ているな。わあ、自信好多。何かお困りですか？ああ、聞いてくれよ。実は明日、結婚式を挙げるんだ。是刚才的那位我解任务的那位男性 NPC 吗？相手とは古い付き合いで、小さい頃は一緒に花畑で虫を捕ったり、洞窟を探索したりして遊んだもんだよ。最初は友達としか見ていなかったけど、少しずつ特別な存在に変わっていったんだ。そう、あの日を境に。支線大于主線の玩家。これ本題に入るまでの前振りが長そうだな。それで、あいつに花飾りをプレゼントしようと思ったんだ。そう、好歹也出現一个样子、让我看看你长什么样嘛。だけど、花畑に獣がうろつくようになって、近づくことができずに困っているんだ。ようやくクエストログが更新されたぞ。内容は最終クエストで、スコレイの花を10個取得か。わかりました。俺が花を取ってきます。对啊，透明的 NPC 好难过。本当か？ありがとう。お願いするよ。虽然说是男的，但好歹也让他出现一下嘛。あちこちに花があるせいでなかなか見つからない。边缘到被透明了。哟。NPC 没人权，尤其是男的，好可怜哦。帮他 QQ。お、アルゴか。奇遇だな。ここで何してるんだ？花でもめでたくなったのか？そういう趣味があったら、もっと別のゲームをやっているよ。今やっているクエストで。ここら辺に生えているはずの花が必要なんだ。ふーん、最終クエストってわけだな。探しているのはスコレイの花か？さすがアルゴ、そのクエストの情報もすでに持ってたか。ちょうどさっきまで俺っちも集めていたんだよ。それじゃあもう集め終わったのか。俺はまだ全然だよ。情報屋は誰よりも早くクエストをクリアしないと商売にならないからな。相変わらず商売熱心だな、アルゴは。だったらスコレイの花の採取ポイントの情報を買いたいんだけど。それなら100コルで売るぞ。よし、買った。それじゃあ教えてくれ。ここが一番でかい採取ポイントだぞ。ここならすぐにクエスト分が集められそうだな。それじゃあな、俺っちはそろそろ行くよ。自分の分の花を届けに行かないとな。ああ、案内ありがとう。ん、これなんだ？どうした、アルゴ？このスコレイの花だけ花びらが普通の6枚じゃなくて7枚なんだよ。あ、ほんとだ。よく見つけたな。名前は幸運のスコレイの花か。这名字也太烂了吧！多加个幸运。へえ、レアアイテムっぽいな。这稀有道具的名字都取得这么随便。名前に幸運ってついているから、何かの素材に使えばラックにボーナスがついたりするんじゃないか？まあそんなところかな。いや、でも待ってよ。そういえばこのクエストの依頼主が恋人と珍しい花を一緒に探したって思い出話をしていなかったか？阿尔戈的剧情量也蛮丰富的，就是没配睡。CG 超怪。ああ、結婚式までの半生を語っていたやつだよな。確か12歳の話の時にそんなことを言っていたよ。没配睡的 CG 真的好可惜哦。その思い出話が攻略に関係しているかもしれないぞ。それって依頼主が恋人と探した珍しい花が幸運のスコレイの花かもしれないってことか？
あれだけ長い話を聞かされたんだ。何か仕掛けがあってもおかしくないと思わないか？例えばスコレーの花じゃなくて幸運のスコレーの花を10個集めて渡したら特別な報酬がもらえるとかな。それが本当なら面白そうだ。ちょっと検証してみるか。これは昔あいつと探した珍しい花じゃないか。真的剧情这么多没有陪睡真的很奇怪。ありがとう。これで花飾りを作って渡せば絶対に喜んでもらえるよ。それはよかったな。こっちも探してた甲斐があるぞ。感謝の印にうちに代々伝わる鎧をもらってくれないか。ありがたく受け取らせてもらうよ。普通のスコレーの花でクリアした俺の報酬とは違うな。アルゴの予想通りじゃないか。たまたまだよ。それより検証を手伝ってくれたのに本当に何もいらないのか？アルゴには SAO や LO で世話になっているし、これくらいお安い御用だよ。その代わりこのオリシンでも頼りにしているからよろしくな。了解だ。期待に応えられるように頑張るよ。よ、アルゴ、どこ行くんだ？要去哪里呀？ああ、俺っちはこれからフィールドに出て情報収集をしようと思っているところだよ。要不要童子哥哥陪你去啊？情報収集か。あ、な、俺もついて行っていいか？お姉さんとデートがしたいのか？哇，好主动哦！天哪！違うって。アルゴの情報収集を間近で見てみたいのと、あとはアルゴに協力したいってところかな。童子也挺会扯的嘛。やっぱり口説く気満々じゃないか。口説くって、あのな。しょうがないな。今回は特別に付き人にしてあげてもいいぞ。お、好棒好棒、開心開心開心。なんか微妙に面白くない気分だけど、よろしく頼むよ。この辺りは俺もあまり探索を進めていないんだよな。これといって特徴のある場所でもないからな。だから情報が集まりにくいんだよ。それでアルゴが直接こうやって情報を拾いに来ているってわけか。怎么都和我一样扯？怎么会这样呢？もしここで何かを発見できれば一気に情報が売れるぞ。それじゃあ何としても目新しいものを探さないとな。それに関しては気になっていることがあるんだよ。あれ？どうした？ここに落ちている木の実、マップのオブジェクトだと思ったらアイテムだ。ただの食材アイテムじゃないのか？いや、食材じゃないな。ゴムみたいに弾力があって、何なんだ？どれ？ちょっと確かに感触はゴムに似ているな。これは俺っちも初めて見るアイテムだよ。アルゴも知らないとなるとなかなかの発見なんじゃないか。甘いぞ。アイテムを見つけたとしてもその使い道が分からなければ情報として価値はないんだ。確かに使い方が不明だといくら新アイテムの情報とは言っても中途半端だよな。せっかくアルゴの役に立てたかと思ったんだけど。失望了童子。残念だったな。情報となるとやっぱりストイックだな。褒めて欲しかったか？悪いが、俺っちは簡単に褒めたりはしないぞ。次は褒められるように頑張るよ。もうそれはさておき、結局この木の実は何なんだろうな。食材じゃないとなると土に植えてみるとか投げて使うとか。こんなふにゃふにゃだからモンスターに投げて当てても1ダメージも入らなそうだよな。まあそのうち使い方がわかるかもしれないし、俺っちも拾っておくかな。じゃあ周辺の探索を続けようか。さっきこの辺りに特徴がないって言っていたけど、実際に何もないのか？
もちろん何もないわけじゃないよ。すぐそこに洞窟が一つあるしな。洞窟？そこには何があるんだ？これといって何も。町でも買える装備が手に入るってくらいだ。ただそのくせ割に合わない苦労をしなくちゃいけないけどな。なんだよ割に合わない苦労って。洞窟内に特殊な攻撃をしてくるモンスターがいるんだ。そいつの相手をするのが厄介で割に合わないのさ。だからどのプレイヤーもわざわざ洞窟に潜るようなことはしないんだよ。なるほど。なあちょっとそこに行ってみないか。やっぱり違和感があるか。なあ苦労に似合わない報酬っていうのがどうにも引っかかる。実は俺っちもそれが気になってここに来たんだ。そうだったのか。アルゴが気にするくらいならきっと何かあると思うぜ。だといいけどな。それじゃあ洞窟に案内するよ。聞いた通り特に変哲のない洞窟だな。这洞窟该不会就是西利亚欧派变大的那个洞窟吧？长得很像。いたぞ。あれが厄介な特殊攻撃をしてくるモンスターだよ。見た目にはコウモリに似ているな。コウモリで当たっているぞ。特殊攻撃っていうのは超音波によるスタン攻撃なんだ。スタン攻撃か。それは確かに厄介だな。運が悪ければスタンを食らい続けたまま何もできずにやられるってこともあるからな。攻略を進めていけばそのうちどこかの町とかで超音波を防げる装備でも手に入るのかな。超音波を防ぐ装備って例えば耳栓とかか。うん、そうそう。あ、耳栓？どうしたんだ？ちょっと待ってくれ。ひょっとしてそれってさっきの木の実？まさかそういうことなのか？耳に入れてみるぞ。よっと。おお、入った！この木の実は耳栓だったんだよ。この洞窟は木の実の使い方を知らせるためのチュートリアル的な役割のダンジョンだったんだな。どうした、アルゴ？口をパクパクして。怎么了？怎么了？あ、そうか。耳栓を外すよ。聞こえるか？まったく、コントみたいなことをするなよな。被吐槽。せっかくだから二人で木の実を使って、あのモンスターを相手してみようぜ。超音波に対しても、本当に効果があるのか、ちゃんと試さないといけないだろ。間違っていたら情報にならないからな。それじゃあ耳栓をして戦闘開始だ。よし、アルゴが倒したやつで最後だな。超音波の攻撃もバッチリ防げたみたいだし、木の実のアイテムは耳栓ってことで確定だな。あ、为什么又不说？あ、一定就是忘记拿下耳塞。ああ、耳栓を外さないと。やっぱりお前は大したやつだな。悪いアルゴ、今なんて言ったんだ？別に、聞こえていなかったなら気にするな。なんだよ、気になるじゃないか。もしかしてこれからの全ての情報をタダにしてやるって言ったのか？そんなわけないだろ。それよりも新しいアイテムを発見したんだ。町に戻って情報を広めていかないとな。なあ、アイテムの謎が解けてよかったな。そうだな。ん？褒めてくれないのか？アイテムの使い道はちゃんと分かったぜ。さっき褒めただろ。あ、もしかしてさっき何か言っていたのって褒めてくれていたのか？あ、哥他现在表情是在害羞吗？怎么觉得鼻子那边有点脸颊有点微微的红。いいから町に帰るぞ。他害羞的表情好像在生气啊。あ、待てって。まあどうやらアルゴに協力できたみたいでよかった。
何やってんだアルゴ、キョロキョロして。わあ、どうした。はあ、なんだ驚かすなよ。普通に話しかけたつもりだけど、何を警戒しているんだ。犬っころだ、俺っちについてきていないかと思ってな。また犬が絡むクエストを見つけてきたのか。違う、町にいる犬っころに追いかけ回されたんだよ。犬に好かれているな。あ、迷惑千万だ。やっぱり苦手なのはそう簡単に治らないんだな。簡単に治るなら苦労はしてないよ。でもワン吉のクエストは最後まで続けてくれたな。まあな、俺っちは情報屋だから、未知のクエストとあれば多少の無茶もするさ。それにゆいちゃんがワン吉の面倒を見てくれていたしな。おかげで俺っちじゃ絶対に得られないような情報も知ることができたよ。アルゴじゃ得られない情報？報酬アイテムのステータスは数値だけじゃないってことだよ。なかなかできないいい経験をさせてもらって、ゆいちゃんには感謝だな。あ、俺もゆいにはいい経験をさせてもらったよ。これからもまたそんな数値に変えられない情報に出会えたらいいなと思うよ。そうだな、探していこうぜみんなで。やあアルゴ、何しているんだ。做什么啊。よう、お姉さんが何をしているのか気になるお年頃みたいだな。年齢が関係しているかともかくとして、何か楽しそうに見えたからさ。よく見てるな、買い物を楽しんでいたところなんだ。アルゴが買い物を楽しむ？人に知られたくない情報の売り買いか。あのな、至って普通の買い物だ。お姉さんだって防具屋やアクセサリーを見て歩いたりするんだぞ。へえ、意外だな。あ、悪い。あ、でもアルゴといえばやっぱりフード姿のイメージだからさ。言っておくが、俺っちだっておしゃれぐらいするからな。ちなみに今もいつもとは違うおしゃれをしているけど気づくか。いつもと違う？ついさっき店で偶然にも見つけて即買いしたんだ。もしかして嬉しそうだったのはそれを見つけたからか。ああ、いい買い物をしたよ。さあ、どこが違うか当ててみてくれ。当てたら俺っちへの無礼は許してやるぞ。とは言ってもパッと見にはわからないな。細かいところは靴とかか、それともフードの布地が、あ、いや違うよな。いや、そんなに見つめられると恥ずかしいな。あ、もしかして髪型が違う？ブブー、いつもと同じだ。ケープの色？ブブー。靴の細工？ブブーだ。ベルトか？ベルトが違うのか？根本就在瞎猜。それも外れ。もっとお姉さんのことを普段から見てくれていると思ったのに、がっかりだよ。一体何なんだ、全然答えがわからない。さて、回答はもう締め切らせてもらうぞ。え、ちょっと待ってくれ。しょうがないな。じゃあ、あと1回だけ答えていいぞ。一体どこが違うっていうんだ。本当にいつもとどこか違うのか。いや、待てよ、アルゴのことだ。多分見てもわからないからこそこんなクイズを出してきているに違いない。さあ、どこでしょうか。し、下着の色。靠腰这种东西童子你也说出口。最低だな。被鄙视了，被鄙视了。意を決して答えたのに。そんなこと言うやつはこうしてやるぞ。だが、いきなりなんだよアルゴ。哇塞、这个。ほれほれ、これだよ。くすぐったい。なんだよこれ。怎么我好色？等一下。哎，说的不是我哎。なんか力
クチクした感触が頬に刺刺的感觉。まさかヒゲか？ヒゲがペイントじゃないってことか？胡子哦，猫的胡须哦。ようやく正解だな。つけヒゲアイテムだよ。阿哥真是超级猫派。たまたま俺っちのペイントとそっくりのつけヒゲを見つけたんだ。見えていたのに気づけないなんて、これは悔しい。いやー楽しめたよ。今度はあーちゃんに同じ質問をしてみるかな。誰に聞いてもきっとわからないと思うぜ。我知道我知道、赶快来问我。そうだろうと思って買ったんだ。よし、あーちゃんにもチャレンジしてみるよ。我知道、赶快来问我啦。ああ、ちなみに。ん？正解できなかったわけだから、俺っちへの無礼は許さないぞ。下着の色を聞かれたと、あーちゃんに報告しておくからな。哇，这招这招好狠，这招超狠，超级惩罚，性命不保。待ってくれ、許してください。